切り離して考えないことが大事。どうも、え、かちゃんと申します。え、僕は人に自分の意見を発信し、その人の物事の考え方を変えたり、考え方を増やしたりといったことを通じて、その人の現状を良くできる、コーチってかっこいいなと思い、え、そういう生き方をしたく、ま、現実の発信活動をさせてもらってます。よろしくお願いします。え、おかげさまで、え、12月11日現在、 え、2 0 0円に、え、目から売ること言ってもらえて、え、ツイッターのフォロワーも、え、7 0 0人を超え、え、年と10ヶ月、え、やってくることができました。え、さて今回はですね、継続というテーマでお話をします。はい。え、僕のブログを読んでくださって、よく続けられますね、と。なんか継続のコツってあるんですかという声がなんか、やったら、え、メールの方で多かったんですね。え、今回は動画にして撮らせてもらいました。皆さんも、 え、何か続けなきゃ続けなきゃと思って、え、継続されていることあるのではないでしょうかおそらく何かしらあると思います。ここでえ考えてみてほしいことが、たった一つだけあります。今あなたが仕事をしている理由って何ですかはい。仕事をしている理由ですね。何ですか、まあ、おそらく生活のためとか、 ま、あ自己成長とかあると思うんですね。はい。ま、あ大切な人を守るためとかもありかもしれません。ではもう一個。あなたが、今日、食事をした理由なんですか食事を取った理由ですね。もしくはこれから食事を取ろうとしている理由って何ですかはい。毎回取りますよね。毎日よね。当たり前に食事取りますよね。何ですか おそらくお腹が空いてるからとか、まあ、栄養補給しなきゃ力にならないとかっていうのあると思います。はい。では最後ですね。あなたが、もしか、ま、電車ですね。電車を使う理由は何ですかもしくは車を使う理由は何ですかもしくは自転車を使う理由は何ですかどれでもいいです。もし車を使われる方やら別に歩けばいいじゃないですか。電車もそうですよね。歩けばいいじゃないですか。 自転車もそうですよね。別に歩けばいいじゃないですかって話ですよね。でも使うんですよね。何かしら。車も毎日。もしくは毎週。これもある意味継続だ,だと思いませんか、はい、?1 個目の仕事。2個目の食事。そして3つ目の、まあ、車、電車、自転車といった何かを使う。これ、共通していること。わかりましたかね継続していること。 継続してそれをしている理由。そうなんです。理由があるからなんです、実は。理由があるから。はい、ということは、馬券ですね。馬券に関しても、目標を達成する理由があれば、できるんですね、これ。いずれも理由があるんで。人間というのは、とても、理由がない。やる理由、やらない理由が明確でないと、とても苦痛を感じるものです。何かやる理由とは明確でないと、継続というのはとても困難になってしまうという性質があるんですね。人間、誰しも。 なので、今あなたがもし詰まっているところ、何か、まあ物事進めないなとか、馬、ま、券、あ、勉強できないなとか、行けば勉強できないなとかそう思っている場合は、いや、それをする理由ですね。理由を考えてみてください。それをする理由、もしくはそれをしなくてもいい理由っていうのは山ほど書き出してください。もう嫌な方書き出していいです。そうする、そうしたことで、そうすることで、前に進むことができます。 ちなみに僕はマイナス63万円からのスタートでした、競馬は。20歳に、まあ今までも,も消し去りたいような過去なんですけど、えー、毎週、もう競馬で儲けるぞと、えー、競馬新聞を買った手にですね、持って、競馬場行くも毎週毎週負けてました。その時、えー、本当に家に帰って夜は、えー、仰向けになりながら、空を見ながら、はぁと、ま、た無息をついて2、3時間を、まあ無駄に、えー、費やしたこともありました。でもそうやって、 僕でも今1年と10回突破現地は新活動もできている。なぜここまでできたかというと、人の役に立ちたい。なんとか復活したい。人の役に立ちたい。といったような理由があったからですね。理由があったから。YouTube も今530本くらい動画をやさせてもらってるんですけど、これをできている理由も、僕は人の役に立ちたいという明確な理由があるからです。自分の意見を発信することで誰かが救われたら、誰かの役に立ったら、そうじゃないと続けないです。 でも逆に言えば、その理由があるからっていうだけで続けられるんですね。なのであなたも今もし止まっていたら、それをやる理由、やらない理由っていうのを書き出してみてください。これをすることで変わります。それでは今回は以上です。ありがとうございました。えー、そしてあの、最後にまで聞いてくださったあなただけのお知らせです。えー、もう5分経ってますが。 えー、愛されて1年と10ヶ月、えー、目からうること1200人が言ってくださった、えー、罰金術を全貌というのはここでは明かしていません。なぜかというと、ここで全てを話すととても長くなってしまうため、あなたが聞くのは大変だと思ったからです。なので、動画を見て意欲が高まっている今が一番あなたが罰金術が頭に入りやすいためなんで、今すぐ、えー、書き、動画説明内にブログリンクの方をクリックしてください。 なお、あまりにも、え、多くの方から、え、なんとかブログ以外の、とても役に立ったんですけど、ブログ以外の形でどうにか提供してもらえませんかという声をたくさんいただいてたので、え、無料の電子書籍として配布することにしました。え、その申し込みフォームはブログの中にあります。え、ぜひ、そちらの方も数を限定してますので、お願いします。なぜ数を限定し,しているかというと、え、こういう動画を見てくださって、すぐ、え、受け取ろうと行動に移してくださる行動力の高い方に、え、つまりレスポンスの早い方に、 え、一問のアンケートを取りたいからです。え、無料の理由も一問のアンケートを取りたいからです。え、それでは今回は聞いてくださってありがとうございました。失礼します。